岩谷武志防衛大臣に自衛官から批判殺到元航空自衛官で自民党の宇都孝参院議員が公開した動画の中で宇都議員が岩谷防衛大臣が韓国の国防大臣と笑顔で会談したことに対し自衛官の家族から批判の声が多数寄せられていると明らかにいたしましたこの岩谷防衛大臣 会談の中でレーダー照射事件について対応を要求しておりましたがこのように満面の笑みで対応してしまっておりその結果笑顔で会談が台無しになってしまっておりますまたそもそも会談自体を首相官邸が反対しており安倍首相や菅官房長官はこの会談について 激怒している模様です岩屋武志防衛大臣の行動によって自衛官が国民が危険にさらされてしまっておりますので政府には安倍首相には早急に新しい防衛大臣を選んでいただくようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました